来年度から障害者が増えて、今もあそうです、はい、通ってて、一緒にあるのとか、また増えて、そのお母さんがどのようにコミュニケーションを取っていこうかなというところとしても悩んでるところです。はい、もうやっぱり障害種別が増えていて、まあ、今まで知らなかった人が入ってくるというのは、それは保護者として見たときにもかなりのストレスというと言い方変だけど、ドキドキするもんなんですか？そうですね、知的とか、自閉症のお母さん方の感覚と、あと死体不自由さん方のお母さん方の感覚と、ちょっと違うね、あと病弱の方々の感覚と、お互いの障害の理解度とかっていうのは、ね、すごく違っていきますので、言葉をやっぱ選びながら、意思疎通ができたらいいなと思います。受け入れてくれる側に求めることというのはどんなことですか？つまり何を言いたいかというと、例えばの話ですよ、一番シンプルに考えれば、うちの子はもう大きくなりましたとかっていう人が、じゃ あのちょっと見取ってって言われたら、その人はそういう子供の、対応の資格が分かってる人だっていうのでもそのできるのかもしれないとかですよ。もちろん一番いいのは専門の人がガチッとあって、まあ、そういう春日井みたいなところが一時的にちょっと認知ができれば一番いいんだろう。だからどういう人、どういう資格だとかいう経験を持った人がどんなことをやってくれたらちょっと頼むねっていう感じで預けられるのかな。大学生も私は思った今だけボランティア講座をやってるんですよ。まさにそうなんです。イメージがあるんですよ。そんくらいに言うこと